皆さん、どうも。ヌオーです。今回紹介する建築物は、ゲイリー辞典です。一級建築士試験に出題されることがあるので、ぜひチェックしていってください。それでは、どうぞ。建築家フランク・ゲイリーのサンタモニカの自宅です。1920年代に建てられたダッチコロニアル様式の2階建ての住宅を1979年に増築拡張しました。チェーンリンクフェンスや波形鉄板など安価な工業用素材を使用し、脱構築主義建築の先駆けとして注目を集めました。フランク・ゲイリー設計のゲイリー辞典は、既存の木造住宅に安価な材料である金網やトタン板、ベニヤ板の断片等を組み合わせて増改築を行ったポストモダンを代表する住宅の一つです。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。